こんにちは、速稼塾の久保です。この度はですね、本当に大変申し訳ありませんでした。マスクの方ね、お申し込みいただいたんですけども、本当に小さな事情でですね、電話番号がないとか郵便番号がついてないよとか、あと名前を書き忘れちゃったみたいな方もいらっしゃったんですけども、すいませんけども、郵便番号、住所、お名前、電話番号が揃った方から順番に梱包して送っているところですね、追加でご連絡いただいた方の時にはもうちょっとなくなっていたということでですね、今回本当にメールの連絡は早かったんですけども、記入に不備があったということでね、たまたまこう後回しになってしまって、返信を待ってる間にもうすでになくなってしまったということでございます。大変ね、申し訳ありません。特にね、住所を聞き出して何かしようというわけではございませんので、そこはちょっとご理解いただきたいと思います。ただですね、この企画私2月からずっとやっておりますので、またやることもあると思います。ただまあ、ここまでね、市場に出ちゃうともう必要ないかなとも思うんですよ。市場に出るっていうのは、まあ私の見える範囲でなんですけども、スーパーやドラッグストアにも並び始めてるところがありますし、一部地域にはですね、山積みになって、もう買い手がついてないっていうところもありますし、あとはね、今度通販のサイトをね、ご紹介申し上げますけども、この通販のサイトでももうこれだけ値段が落ち着いてしまうと、まあ私がね、持ってるものを、そんなに一生懸命出さなくてもいいのかなとも思ってしまうんですよ。ただまあ今のところない状態で、これからも、私のところにね、送ってあげるよ、っていう風な連絡がいただいてるんで、また2000枚なり3000枚なりね、溜まった時点で、私はそんな必要ないですから、どん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 出していこうと思います。それから他の方も多分ね、こういう風に、もうマスクあげますみたいなことを始めるような気がするんですよ。どうもですね、まあ、一部の方が転売で買い込んだんだけども、でも心を改めたのか、それとも新しいネタを探したのか、もうマスクはどっちかっていうと置き場所がなくて困ってるみたいな感じで、タダでいいから受け取ってみたいな感じで、赤字で出してるところもあるみたいなんですよ。まあそうですよね、買った時は1000円前後でも、それをね、3000、4000円で、もしかしたら1万円で売るつもりで仕入れたのに、今マスクの在庫がブワッとあるわけですから、それはその倉庫にね、今度新しい商品入れたいっていうところもありますよね。ということでね、転売屋さんも結構リスクを背負ってやってらっしゃってて、今回マスクを仕入れた方っていうのは一部の方を除いて、結構ね、嫌われるし、今までのお客さんからはもう離れられていくし、リピートにはなんないし、挙句にマスクの在庫を抱えて赤字決算みたいな感じでね、で新しい入荷も全然できないということで、かなりね、痛手を被ったんじゃないかなと思います。でやっぱりね、マスクをこういう時期にやる人っていうのはこういうふうに三流なんですよ。そうではないんですよ。いつも売れるものを適正価格で、本当にね、必要としてる人を見つけて届けてあげるってことを繰り返すと、ああ、こういう人から買いたいなっていうふうに思われるわけなんですよね。まあ、ある意味ね、供給を人工的にね、大量買いすることによってストップさせて、さらに YouTuber にマスクがないっていうふうな報道をどん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 やれみたいなことをやって、無理やり需要を喚起する、これはね、続かないんですよ。まあ、ですんで、多くの消費者さんにはちょっとね、こういう仕組みがあるということなんで、冷静に対処していただきたいところもあります。ちょっと前でしたらね、トイレットペーパー、ティッシュペーパーが同じような作戦でないと勘違いして高値で買う人もいたみたいですし、今ね、スパゲティとかホットケーキミックス、あの粉がいろんなね、スーパーから空っぽになってるらしいんですよ。これ焦ってね、欲しくない人まで買いたくなる気持ちになりますし、インターネットでちょっと高値で売ってるとね、それを買っとこうかみたいな気持ちにもなるんですよ。本当にね、転売する人っていうのは人の心理をつくのが上手ですから、まあ、ある意味ビジネスのプロなんですね。で、顧客としては、消費者としては賢くなることによって、必要ないものは買わないっていうのが一つ。ね。みんなが、買ってるから、品枯れしてるからって言って、自分も買わないと、大変なね、損をした気持ちになるっていうのもわかるんですけども、そんなことありませんのでね。ここ1年間振り返って、パスタ食べたの何回ですか？ここ1年間振り返って、ホットケーキをね、作ってあげたの何回ですかってことを考えたら、めったに作ってないんじゃないかなと思うんですよ。で、逆に、ちょくちょく作る方って、そこそこストック持ってるでしょ。ということなんで、本来ね、いらないものを必要だと思わされてるだけなんですよね。その辺ご用心いただいて、これからの適切な消費活動に、まあ、従事っていうかね、取り組んでいただきたいかなと思います。プラスですね、食糧難が来年の春に来るというのは私の深い予想です。外れるかもしれませんけども、まあそれがなくてもね、東日本大震災はじめ、私たちはいろんな災害で食料や水が、そして電気がね、急になくなることにいつも慌ててるわけなんですよ。だからそうならないように、ゆっくりと備蓄を、ね、していきましょう。
供給ラインに負担をかけない程度にですよ、物流に負担をかけない程度に少しずつ少しずつ備蓄をしていって、それこそね3ヶ月かけて備蓄を完成させるようなことでいいと思うんですよ。これ私1月にも言いましたよね、3ヶ月かけて備蓄を完成させましょうと。で今備蓄を完成させてる人もいます。そういう方は品枯れしても全く動じることなくやってますし、1年後賞味期限が切れる時にその時からねどれを食べようかなっていう今からワクワクして考えてるみたいですよね。そういった形でいろいろと考えてみれば、振り返ってみればできることばっかりだったってことが、まあ、気づけるんじゃないかなと私は思うんですけどもね。はい、余計なことまで言いましたけども、まあ、申し上げたいのはマスクのご応募いただいたんですけども、すいません、一部ねせっかくご応募いただいたんですけども、住所にちょっとだけの記入ミスがあっただけでこういうことになってしまいまして、本当に私としても心苦しいところでございます。まあすいません、ね、先着順ということも申し上げましたし、パシッと書いてある方から順番にやらないと私もですね作業が終わらないといつまでもこれできないんでですね、今目の前から一切合切もうマスクもレターパックもない状態でございます。ただまた今後もねこういったことっていうのはやると思いますんで、その時はぜひね住所お名前郵便番号電話番号をねお忘れなく、これはね配送の方に配慮してなんですよ。電話番号を書くように書いてあるってことは電話番号を書いた方が配送の方が助かるだろうなとも思いますし、郵便番号が書いていた方がいいんだろうなと思いますので、私は配送の方をちょっとね、今回尊重して、記入がバシッとできている方から順番に送らせていただきました。その辺ちょっとご理解いただければと思います。私もね手書きだったんできついですよ本当に全部ね二度と書かないだろう住所を手書きで書いてたんで、本当にねでもやらせていただきました。本当にね私もね本当こういう風にね袖振る合うも一瞬の縁と言いますけども、マスクあげるよって YouTube で、ね、あげるよって言ったら偉そうなんですいませんけども、マスクどうですかっていう風に YouTube で発信したら私を信頼してくれてですねくださいっていう方がいらっしゃって本当に嬉しかったなというところでございます。これは本当に何か人のためにできたかもしれないなと思ったらちょっと嬉しいですね。でお急ぎな方はマスク速報っていうサイトから通販が今ねバンバン出てますんで、それこそね何万枚でも手に入ります。もう供給不足ってことはもう全然ありません。供給過多なぐらいです逆に、でこれはでも実はね値段いろいろありましたけども、ずっと通販では手に入ってたんですよね、ということでございます。すいません長くなりました失礼します。